どうも、あよしさ120%の男、ブス島です。配信実況プレイ、やっていきたいかと思います。はい、ということで前回ね、えー、確か事務所の鍵を手に入れたので、今回は一回の事務所に行きたいかと思います。いやー、もうね、サービスショットでございますよ、今回はね。はい、ということでこっからスタートしていきたいと思います。なんか通ってるんだけど、怖っちょっと、 なんだよ。こんなことあるのかよ。まあ、とりあえず、行きたいと思います。では、行きましょう。ブータンも消えたしな。お、ちょうど出てた。この後すぐ出て大丈夫か <laughs> まあ、大丈夫でしょう。えっ、ー、と、1階だよな。じゃあ、1階の事務所へ向かって、レッツラゴーという感じです。あのバーがいきなり出てくるからよ。ほんと、シャレになんねんだよな。いき目の前に現れてすっからよ。はい、行きましょう。えっ、ー、と、ここだな。 うーし、ここが事務所かん,なんだこれおおーイベントな何なんかねえのおーちょっと背の高い F カップちゃんにお願いなんとかしろよおおうん フフね。届きそうにないわ <laughs>、うん何か一瞬パッて出たけど何だろう怖いんだよこれなんか足場になればなそこら辺のソファーずらして何とかすりゃいいじゃんちょっと何だこれんだこれ,なんだこれ15年前のカレンダーが飾られたままになっているお PC 古いなブラウン管かこれお父の指揮オルゴールを手に入れた ファンタジーランドに行った時買ったオルゴールを娘は毎日嬉しそうに触っている土日ホテルへと連れて行く時もオルゴールを買った時も手から離さない楽しかったもんな遊園地またいっぱい思い出を作ろうな怖いななんかこういうの <laughs> おここもなんかあるぞおイベントれなんか見たことあるような気が<う>何かの部品みたいだけどほんほん金属の筒に トゲトゲ…わかったこれオルゴールの部品だわおうんうんうんおーおー言われてみれば…言われて…まあなんかミオちゃんやっぱ…いいなぁミオちゃんもなんか女の子の女の子してていいなやっぱ確かシリンダーっていうの…このトゲトゲが音程を持ったコームっていう金属の板を弾いて…櫛みたいなやつですねぇ さすがあずさ物知りねうん、この二人も一時喧嘩してたけど大丈夫そうだなでもなんでこの部品だけさっきオルゴール見たじゃんそう誰かがこのパーツだけ修理でもしてたんじゃないあ,あ、なるほどねあの一つでも傷つくと音なんなく変な,変な風になるからね、うん、どんな曲が入ってるのかなさあ、確かに気になるわね <laughs> それより脱出することをね考えた方が 余かではなかでしょうかと思うのは俺だけでしょうかどこかかで聞けたりししないのかしらどうでしょうまあいいでしょういきましょうトゲのついた金属筒を手に入れたということでねまあやっていきましょうあとこうねえー、っとなんだこれ上からかよいしょ泥棒の鉄則は上だからね 下からか。上から開けたら下が見れなく上から開けちゃってるけど、本当は真ん中かっていうか一番下からこう開けるのが結則なんですよ引き出しは。うーんとここ何も入ってねえな。上はなんか、でもこれなんだハテナ丸、なんかメモっとくかこれ。はい、ということでね、ちょっとメモを取りましたということでハート丸、なんか意味深だからなこういうのはな。ちょっとあとあー、ダメだダメあと、これ。あと他になんかしてるの、ここも開けねえと。 鍵かかってんのかこれ扉には鍵がかかっているようだ。一番下は開く開かねえのかよ。扉には鍵がかかっているようだ。あ、上開けなきゃダメなのか。ま、あしょうがねえ。次行こう。公園で早くとっとと行かねえと何が出てくるかわかんねえからよ、ここ。ああ、ああ時計、針は完全に止まっている。まあ、あとなんかもう公園よ。うん ん何かあるの何だこれほう <laughs> これあれかエアシュートかこれ何やおう動いた3マル0が <laughs> 動いたこれはボタンが何だよこれほう何かああなるほど わかったぞ。わかったぞ。そういうことか。なるほど。えっ、ー、と、これでしょハート、次、あなるほど。丸。ほら、丸。オーケー、オーケー。やっぱりそういうことか。今度、星。いや、これはわからない。欲しい星。オーケーだ。えっ、ー、と、それで、プラス。で、最後に、 チョメという感じで、こういうことだろう、たぶんな。チョメ、ほら、どうだ,オーケーだろう。OK ーーーーーーだろ。OK、OK。おー OK、OK。なんだ、これ。これこれでいいのか。他押しても意味ねえもん。こうしたらどうなるもう押せないほんほんほん。ほんほん。押せない。これか。おおカプセルだから おー木を手に入れたということで OK だこういうことかあれ何の枝だろうなんか俺は読んだから分かったが、あのおみきかなんかのやつじゃねえのこれななんんでこんなもののがカプセルの中に誰かのいたずらかしらら <laughs> いたずらっていうかなんかもう他押せないもんなこれだけボタンが押せなくなっているということでまあまあまあいいだろうゲットしたけど なんか何ゲットしたものを見てみるかああはいはい匂いがするということでまあとりあえずなんか保存しがてらちょっといろいろ回ってってみるかなんか他にもアイテム取り残しありそうなんだよなちょっと行ってみようなんかねえのかないやいやいやちょっと保存したい早くちょっとあるたびに保存したいあいつが出てくるから 確か1階に行けば電話あったよなちょっとちょっとよしよし隠れよケーだオッケー,だオッケー最近隠れる方は良くなってきたぞこれで <laughs> <laughs> ちょっといろいろ回っていくぞ怖えよやっぱりよし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 回っていくぜ <laughs> 逃げちゃったよあいつは外まで追ってこねえからな配信はいということで、ね、地下に来ました結構なんかあるんじゃんほら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 やっぱりあったあった取り残しほらなんだこれうんこ掴むやつ火ばさみを手に入れた <laughs> 火ばさみですかまあまあまあいいでしょういいでしょうよし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 じゃあよしどんどん行くよ やっぱり取り残しとか絶対あると思ったんだよなあああこれああデラベピーンって感じですねこれはいいやあと何かねえかこういうゴミの中に結構役立ちそうなもんとかねえかなロッカーとかあの豚にぶち当ててやりゃいいんだよほんといやもう隠れ方もだいぶ上手くなってきたぞなんだようんこバサミここにあったけど他に何かあるかな落書きだろ うーん、なんかねえかおおいおいおい、脚立を手に入れた。オーケーだ。うーし、よし、他あるかこれどうせあれだろなんもねえとかいうやつだろうまあいいや、行こう行こう。よし,し,し、よし、よし。はい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 。もう大丈夫。大丈夫って大丈夫だ。 怖いんだよ、それでもやっぱこの中引きずる音がよ。OK <laughs> ーーだ、OK ーーだ、OK ーーだ。よし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 もうこれ。今出たら絶対あれ見つかる。おう、後ろいるよ、もろ。これは隠れた意味はわかる。OK <laughs> ーーだ。よし、行こう。あの着ぐるみ、絶対おかしいだろ、これ。<laughs> よし。 保存しよう早く <laughs> 保存しないと怖くてしょうかね <laughs> OK だ俺も調べてみるいろいろうーん<ー>怪しいのはこっちの左側かな配信これであれだろう事務所のあそこのなんか上のところが調べられるとかそんな感じかなよしよしよし行ってみようなんかね半分ね人にちょっと聞いたんですよ正直 <laughs> わかんなくって だからちょっとそれはありますけどよしよしでそれでもねあんま教えてくれないんだ何回もね同じとこ調べるといいよとかなんかイベントあるたんびに行けよって言われたここだろ多分これで脚立だろ多分、うん、そう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 ほら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 なんかでもアイテムとか取り残しとかありそうだなもっといろいろ回っていこうかなこれでいいだろほらめぼしいものはないわね神棚に何か隠されてたりしないかしら 脚立もあるしおっおお、アズサっち。アズサちゃん背高いもんねうんうんお願いねお願いアズサ胸も大きいしねオッケー任せてもう胸で挟んじゃうからもうよいしょよいしょちょっと <laughs> オッケーだおウおウいいね普通のいや俺は下から見たいところなんだが そうよねじゃななくってんん,なんだよほんとでげえな。ほう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 その谷間も開けそうかい<だ>どうだいバチ <laughs> は当たるな。 珍しくあずさが乗り気なんだから怖がらすようなこと言っちゃダメ。はいはいはい。えー、えーってミオちゃん困ってんじゃん。ん<ー>うーん。何か仕掛けがあるのかしら。ほうほう。もう少し調べてみるわ。オーケーだ。俺も調べてみる。いろいろ。うんー怪しいのはこっちの左側かな。あお、あ顔赤くなるんだねこれね。いいね。こっち側も行ってみようか。あおー。 このね、こ,このムチっとしたこの辺がいいわけですよ、この辺がね。アズサちゃん落ちないでね。でねありがとうん,うん。大丈夫。もういいね、いいね、いいね。この辺とかいけっか、この辺とか、これ、これ。アズサちあ落ち、落ちないでね。はいはい。しっかりキャッツに乗ってるから大丈夫。大丈夫よ時間制限ねえよな、大丈夫だよな。こ,のこっちがやっぱりこの辺しかいけないか。<laughs> ちょっっとこの辺も行ってみるどうですかドラゴンさんいいでしょ顔とか行ってみっかこれあったりしてあなるほどそういうことかるうんうんはいはいさっきゲットしたからね入っていないまさにそれだ指を突っ込もう OK だえ えへへへってかわいいなそういうことがわかったわかったわかった任せろ任せろこれだなこれをここに挟むんだろうここになここに挟むんだろうこれこ,ここに挟んでみようかここにねほらあここに挟むんじゃない間違っちゃったみたいだなこれでからくりは開かないかそうかそうか絶対やったやついるだろう。俺以外にもここだろう多分ここじゃねえかほら オーケーいや俺だったらもう無理やりバルかなんかでこじあけるけどな <laughs> まあいいやんうーんあ何かああるわあれがダイヤルキューズ2の録音したエロいボイスかこれ違うかちょっともう一回触ってみようか最後、ね、ほらサーもうサービス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 ,サービスーって感じでね これあんまりやると何もできなくなっちゃうほんとは尻とか触りたいんだなこういうところとかああ分かった分かった分かったもう黙ってろお前っ黙ってろありがとうあありがとうありがとうありがりとうありがとうありはいはいもうこれだろう多分よいしょこれだろ随分 <noise> 古いテープだな <laughs> ソミーになってるし今の人このテープ分かるかなねえ3倍モードとかありましたねうん これ、中に黒い帯みたいなものが巻かれてるように見えるけど、うん、テープだよわかんないよ今の人ここれどこから見たよ、ね、<laughs> あのー、テープ飛び出ると鉛筆入れてこうくるくる巻くんだよ思い出したカセットテープだ、うん、そう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 も思い出さなきゃいけないレベルなのかもうこれもカ <laughs> セットテープほらほらほらうちはわかるよ俺はわかるぞなにそれうん。 私も詳しいわけじゃないんだけど。だお前ら若いな。今で言う C. D. のようなものみたい。まあ、一番いい例えだな。これを。専用の機械に入れて、音楽を聴いたり。うん、声を録音したり、できたらしいわよ。うん、そ,うそうだ、そうだ。へえ。こんなものに声を録音してたんだ。こんなもの言うな、こんなもの。今でも、ベータガムとか、だとそうだろう。んでも、専用の機器ってことは。これだけでは聞けないの。聞けません。そうね。 私が見たのはレトロ系の動画だだったんだけど <laughs> レトロ系の動画なのかもか <laughs> ラジカセってそうそうたわあったなラジカセ不便ね不便ねってよまあデータの販売とかその頃はなかったんだよまだその時代はスマホももデジカメもないからないないないだって「デジカメ」っていうそういうね薄い本があったぐらいだからなあの広末涼子がな表紙に写ってなちょっとこの辺にちょっと出しておくけどうちまだこれあんだよどういうわけかなうん。 テルのどこかにその機械があればいいんだけど、あずさちゃん、そのラジカセってのは見たらわかるいやーもうすぐわかるよ。形は多分ただ使い方があまり自信ないかも。いやいやいや、ボタン一緒だから、基本。頼りないわね <laughs> 大きさは結構でかい。確か動画だと <laughs> あのあれだよ外人が肩に乗っけてなこう現れですんだよ昔のやつは結構大きいんだねまあウォークマンとかあるからもうちっちゃいのから大きいのまでいっぱいありますよじゃあそれっぽいものを見つけたらこのテープが聞けるか試してみましょううんそうだなまあとりあえずじゃあそのラジカセを探しに行くかだろここになここに挟むんだろここ,れこ,ここに挟んでみようかここにね。 あここに挟むんじゃない配信はいということでね見つけましたラジカセ多分これでいいでしょうさあ使っていきたいと思います3階でしたねやっぱりね使ってみましょうかおおおおおおおサービスショートそんな珍しいもんなのかこの子たちにとっては まあ、乾電池式とか、電源ケーブルとか、いろいろあったけど、乾電池でもね、動くんじゃねえのちょっと待ってね。うん。まさ、乾電池を探せとか言わねえよな。おお、ちょっとアップになった。いいね。この演出好き。うん。大丈夫そう。ほうほうほう。ほうほういよいよ。このカセットの中身が聞けるのね。いいね。側面にも何も書かれてないし。うん 何が録音されているのか。なんだろうね。なんかいやらしい声とかだったらもう楽しいんだけど。わざわざ神棚に隠されてたようなテープだしね。うん、このホテルのことが分かるものだといいね。<laughs> どうだろうね。そ,うそれじゃあアズサお願い。はい。分かった。どれ。えっと確かここをこうして。ほうほうほう。何？ うんおおどうなる何なんだよおおモノクロっぽくなってきたモノローグえええ豚出てきたのお前,かお前がお前がんだよお前が殺したのか

こいつが娘を殺したんだお前だって風呂場を見ただろう風呂場で殺してたのえオーナーじゃなかったえ何言ってるんですか鏡に映ってるのはオーナーですようんうんうんよくわかんねえけどあオーナー気が狂ったのかこれお前はお前だけは許さない

怖っ <laughs> 怖えな聞いちゃいけねえもんじゃねえかよこれうひゃマジかようわこうなるね終わりみたい。 完全スナフ音声じゃん。趣味悪。元はスナフビデオか何かかしら。多分リアルタイムだろうこれ。けどわざわざ音だけ別撮りにする。そしていつものようにバイクがうるせえな本当に。娘を殺したがどうとか言ってなかった。うん、言ってたわね。わ子供を殺して自分も死ぬ。 無理心中ってやつかなにしてはしかも、うん、なったって言ってた、うん、あもしもしてしの着ぐるみと関係あるのかな <laughs> さっきもし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 たしも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 し四号室で見たあの光景もし、うん、もしかしてこれだ。この音声。 発される直前の風景ってことね。うーわきつっ。何を伝えたかったんだろう。見よう。ん。うん。な、うんでもない。いやかなり強烈だな。とりあえず改めて204号室に向かってみましょう。うん。そうしましょう。何か手がかりを見落としてるかもしれない。はいはいはい。そうですね。よし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 。うん？うん？何？どうした？どうしたの？本当にどうした？ 何か右のスピーカーのあたりからカラカラ音がする何お？おおおおーゼンマイほうなんかいいもんゲットしたぞよくわかんないけどまあとりあえず保存だ <laughs> 怖えな聞いちゃいけねえもんじゃねえかよ配信 はい、ということでね、2階のオルゴールのところに今向かっているんですが、えっと、確かここだっけなはい、オルゴールのところに来てるんですけど、やっぱりね、3階で1個取り残しがありましてね、ガムテープっていうのを取りましたという感じですね。じゃあ早速、多分これでオルゴール回るんじゃねえかな。おっと、スケベイ子がいい感じですね。まあ行きましょう。確かここだったよな、オルゴール。合ってるよな。ほらほら、これ、これ。ベリーゴーランドの うん、どうぞどんなふうに使ってたんだろうとまあそういうプレー使うんですよよしえー、っとそのの通りだほらよし使ってみようがここは別に特に面白そうなもんねがこれさっき拾ったんですよこれ3階でねガムテープ万能兵器ガムテープですよじゃあやってみようほれどうだ さらに今回はもう一個組み合わせだろうこれ全枚がなかったよね回せないかなよし回してみようかどうだこれ合ってるおおいいねこれどうだオうねさあ <laughs> 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 オーケーだケー ちょっと待って、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 どうした?<え>。お、お、お、お。どうしたえって、何?。押したくないボタン。何?。うん。お、なに?。何?何。あ、あ。嘘でしょう。あ、逃げ場なくね、これ。ど,どうしよう。<laughs> ど,どこかに隠れなきゃ。隠れらんねえだろ、ここ。 もう椅子持って戦え。アズさん漏らしてねえか、大丈夫か。お、お、お、お。なんだよ。マジ怖えよ。来ないでだよ、本当に。ちょっと待てよ。お、お、これやべえ。え、これバッドエンド、もしかして。うしうもうだめだろ うんあ、あああああああいい感じのサービスショーってあ,あ優しいなあ美ちゃんうんどうしたんああらあら女の子うん 完全バズる動画じゃねえかこれあらうん何どうしたオーナー <laughs> あら手振ってあーどっか行っちゃったや怖わえあ倒したのこれ豚 おお、倒したか、倒したのか。何、今のは。なんだよ、本当になんだよ。あの着ぐるみ。崩れ落ちて、動かなくなったねもう怖くなくね、これ <laughs>。うん。オーケーだ。おお、やおい。腰抜かしたか。ちびったか。ちゃんなんで泣いてるの。 もう大丈夫だよ。違うの。うん。私、うん、たちを助けてくれたのかな。あの例。うん、ね。うん。ってうん。あのうん。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 うーうん。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 ううううう もしかしたらオルゴールの音で何かを思い出したのかもしれないわねうんほうほうそうね二人ともずっと同じところにいたのに、うん、お互いのこと見えてなかったのかな同じところに行けてたらいいわねうんいい話になってんじゃねえかよなんかでも脱出できてねえけどよ <laughs> 私ね小さい頃父とはね 無理心中でなくしてるんだ。あ、アズサちゃんってそうなのか。え、初めて聞いた。うん。あ、ナナちゃんは知ってる感じか。<laughs> ごめん、大丈夫。私は5歳だったし、し<か>もうすでに親が離婚してたから、うん、ほとんど記憶はないからさ。よく生き残った、もう子宝級。ただ。 私ががお化けとかが怖いのもさーんちょうど父と姉が亡くなった日、一人でお留守番してたの。お母さんが仕事に出てて、一人で遊んでたら少しだけ押し入れの隙間が空いてるのに、気がついたの。ほーえ気になるでしょわあ、取りあだった,った隙間から子供の手が見えて、おいでおいで。 ああ。なんだろうと思って近づいたらすごい力で手を掴まれてさ引きずり込まれそうになったそりゃあトラウマになるわそれはうんとか取りほどいた後にもう一度押し入れを見たらもう扉も閉まってて恐る恐る扉を開けたら中にはいつも通り お母さんの服が並んでるだけだった。いや、これはきついね。その夜。お父さんとお姉ちゃんが死んだって話を聞かされる。いや、トラウマになるわ、これはああ。あれはもしかしたら。お姉ちゃんが私に助けを求めてたのか。うん、それだったらいいけど、助けじゃなくて、なんか引きずり込もうとしてたんじゃねえの。ずっと後悔してて。うん。それ以来。 幽霊とか、そういう話が、全部怖くなっちゃったんだ。うーん、それは怖い。あの二人の消える前の姿を見た時、なんだか他人事みたいに思えなくて。うーん。私のお父さんとお姉ちゃんも。あんなふうに、二人で行けたのかな。なるほどね。いや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 、なんか、いい話になってんじゃねえかよ。ようーん。 は役に立てたかな少なくとも今の二人は天国で幸せに過ごしてくれるわようんだといいね,ね私もそう思う,うんでも美穂ちゃんが一番やっぱ女の子らしいなうんああ <laughs> <laughs> んかちょっと恥ずかしいとっとと脱出しましょうよしよし脱出しようっていうかさこのゲームさ こう正直色物で見てたんすよ俺。いや結構いい話じゃん。うわ面白いな、ね。なんだかちょっと肩が軽いわ。このホテルのことも怖くなくなってきたかも。うんうん、っていうかさこれえ2200円ぐらいで買ったんですけどいやこれね絶対ぜひともねあの視聴してる方これプレイしてみてくださいめっちゃ面白いっすよ。よかったね、うん、アズサちゃん。アズサちゃんっていうことでね。そうね。うん。ありがとうミオ。もう。 うん、と,ところではいはいはいナナ <7? S 1> はいところではい DF という感じでねいきたいと思いますねんどうかしたはいはいとりあえず今夜の間はいつもみたいに先を歩いてほしいんだけど<笑><笑>はいはいはい今回の会はもうナナちゃんでいきますから大丈夫ですよ <laughs> え <laughs> 今怖くなくなったって言ってたのに、ね。うん ちょっとだけだからね、うん、そんな急に苦手意識って変えられないじゃんでもあれだな BGM 少し切っちゃくしたんですけどなんかちょうどよくなったなよかったよかったうん <laughs> オッケーオッケーちょ,ちょっと2人とも笑わないでよ <laughs> 面白いぞこれでも少しは頑張ってるのよいや頑張ってるよ頑張ってる頑張ってる前みたいに怯えて動けなくならないように <laughs> <laughs> そうだねううううんうん、うん <laughs> そうね とりあえず出口に向かってみましょうもう追いかけられることもないだろうしだといいなそう、ね、いやーこれで安心かかかったすったすりりいつも通りの2人の人雰囲気だあーもうお母さんだねいいお母さんになりますよ美桜ちゃんはこれうんまあとりあえず今回ナナなちゃんでやりますけどちょっとおいおい豚やろ動くんじゃねえぞこのや郎もうこれ何もねえのこいつ 怖くもねえなこれこいつさんざん飲み合わせやがってこの野郎本当ひどみだったよこの野郎 <laughs> もうほんとにもうこいつもう何もこいつ何もねえよな大丈夫だよな動かねえよなもうもう大丈夫だよなあてこいつ何もないねよし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 ,よしじゃあもうとっとって行こう いやあ、もうこれで怖いもんなくなったぜ。はい。ということでね、えっ、ー、と、豚野郎も動かなくなったということでね、とりあえず、まあ、これでオルゴールとかもなんかよくわかんないけど、豚を倒したということで、ね、今回はこれくらいにしたいかと思います。いやいやいや、ずいぶん怖かったぜ。成分まだしてないんだけどね、わざわざここに入りました。セーブしないですけど、終わるためにね。 はいということでねそろそろ最終回も近いんではないかと思いますけどエンディングまあとりあえず1個みたいに全部見ようと思ったけどなんかねやっぱりこうエンディングの詰め合わせみたいなやつはねやっぱりやめてくださいみたいなそんな感じだったんでまあ確かになと思ったんでとりあえずねハッピンドを見たら終わりという形にしたいと思います多分いいエンディングあるでしょうからねそこまでやりたいかと思いますので。 はい。ということで、今回はこの辺にして終わりにしたいかと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。ガーシですよ、本当に。まあ、今じゃ普通にね、カフェイン中毒みたいにバンバン飲んでますけどね。あ、ちゃんとエンジェルリングもある。髪の毛にかかるツヤツヤ。これがエンジェルリングって言うんですけどね。フォークで目玉刺してるよな、これな。あ、酸も悪くないね。<laughs> なんかビッチくせえな。ビ <laughs> チみたいなの大好きだからね。でかい。 半端じゃなく赤ちゃんから老人までみんな大好きですから常識では考えられない発言コンストラクションブス島あなたが体験するのは明日かもしれない